チャリンチャリーン、自転車競技東京オリンピック銀メダリストの梶原優美です。今日は高橋先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川崎最愛病院救急部の部長の高橋直樹と言います。私も20年ぐらい陸上競技をやっていましたので、本日はアスリートの梶原選手と対談できることを楽しみにしていました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、聞きたいことがたくさんあって、はい、私が今年2月に海外のレースで落車をしてしまって、もう最後の一番時速が出てる65キロの時速で走ってる時に後輪をこう持ってかれてしまって、うん、ハンドルに突っ込むような形で落車をして、うん、で肋骨の骨折と靭帯の損傷の大怪我をしたんですね、うん、でもその時にやはりこう目に見えない怪我、うん、見た目でわからない怪我で、うん、自分でこう痛みで判断して、うん、まあ、その場でレースはストップしたんですけど、うん、そのまま病院に行かずにもう深夜の便で帰るっていう予定だったので、うん、飛行機に乗って日本に帰ってきて、うん、で日本でも用事を済ませてから病院に行って、うん、案の定すごい重傷、うんで目で見てわからない怪我をした時に、なんかこうどういった判断をして、なんかどういった対応をしていったらいいのかなっていうのをすっごく聞きたくて、うん、コンタクトスポーツじゃなくても、はい、速いスピードで出ているスポーツっていうのを、はい、いわゆる転倒外傷っていうのは、はい、多分一番痛いところは気づくんですけど、はいはい、結構なエネルギーがかかるのでいろんなところを怪我している可能性があるかなと思うんですね、はい、分かりやすいのはまあ、打撲痕とか擦過傷とか、いわゆる傷があるところは気づきやすいと思うんですけど、打撲痕がなかなかその当日出ないこともあるので、65キロですよね。65キロで考えると、僕だったらやっぱり全身のスキャンをしたいっていうのが医師としての目線って考えると、胸をぶつけているのであれば胸のレントゲン1枚取ったり、トレーナーさんがもしいたり周りの方が体を見てくれる方がいらっしゃれば、全部体を触った時に痛い場所が他にないかなっていう、その全身のチェックは必要かなと思うんですね。自転車競技ってヘルメットだけですよね。だからプロテクションが結構生身っていうところがあるので、はい、想像以上の怪我はしてるかもしれないと思って、対応 したいなとは思います。医師としては。 ありがとうございます、はい、選手の目線としてはアドレナリンが出ていたりとか、うん、こうすごく興奮していて痛みにまだ気づけなかったりとか、レースの直後は痛みに気づけないんですね、うん、でも次の日もレースがあって、次の日のレースも走りたいっていう思いがあると、なんかこうじゃあ一応病院に行こうかって言って海外で病院に行っても、やはりすごく長い時間こう待ったりとか、うんうんうん、帰るのが遅くなってしまうから、なんかなるべく病院に行きたくないとかってこう思ってしまって、うんうん、行かずにそのまま続行してしまうこととかもあるんですけど、うん、でこの間は大怪我の直後だったので、うん、5月の時には逆に病院に行ったんですね、うん、そしてレントゲンを取ったら何ともなくて、まあ、安心して次の日レースに走れたんですけど、うん、判断重症か重症ではなく1日、まあ、冷やすっていうことで次の日も走れるかっていう判断がすっごい難しいなって思いました、うんうんうん、例えば上半身であれば大きく息を吸った時に痛みが出る場合は、うんうん、ほとんど骨とか、うん、あとは胸膜っていう肺の外側の膜に傷がついていることが多いので、うん、はい、同じ痛みでも重症の可能性のシグナルにはなるかなとは思います、はい、例えばそれが筋肉の表面だけであれば呼吸とは関係なくて、はい、触ったりとか、うん、あとは動かしたりした時だけ痛いっていうふうになるので、それだったらまだ大丈夫かなっていうのになるんですね。下半身に関しては骨折してたらほとんど腫れますので、うん、むしろ歩けないと思うんですね、うん、筋肉のダメージに関しては、はい、確かにアドレナリンが出てるので当日は気づかないんですよ、はい、気づかないので一個一個こう触ってみるっていうのが大事かなと思います、うん、肌感覚としてこう普段の生活で試合後の、まあ、生活をしてても、はい、気づいたらそういえば痛くなったっていうことはあるんですけど、うん、直後ってほとんど気づかないんですね、はい、場合によっては骨折してても気づかない方もいらっしゃるぐらいなので、うん、筋肉を触ってみたり、はい、骨を触ったりするといつもと違う感覚はあると思うので、うん、下半身に関しては全部触れてみるっていうのがいいと思います、はい、その上で違和感がもしあれば、はい、クーリングしてもらって、はい、トレーナーの方がいらっしゃれば、はい、相談してみるのがいいかなとは思います、うん、
出れるか出れないかっていうのは難しいですよね、はい、出なきゃいけない試合っていうのもありますもんね。そうなんですよね、はい、なんかやっぱこうオリンピックの予選レースになっているので焦りとかここで走り切らないと予選会がとかっていうなんかいろんなことを考えてしまって、うん、無理しちゃう時もありますし、うん、焦ってしまう時もあるのでそこでこう選手生命が終わりってなってしまうことはもっと怖いことだと思うので、うん、自分の体と話すっていうのと触って自分で感じるってことが大事なんですね、うんうん、すごい勉強になります。ありがとうございます。競技もすごく危ない競技ですけど一般の自転車でもものすごく事故が多いと思うんですね、うんうん、車との事故とかレース中の事故でも大きな事故に遭ってしまった時にこう周りの方に助けてもらわなければいけないと思いますし、うん、自分がその場に出くわした時にすぐに対応できることやるべきことってありますか、うん、まずは救急車を呼べる環境があったら、はい、プロを呼んでほしいっていう意味では、はい、呼びかけて反応がなかったり、うん、ぐったりして自分で動けないっていう状況の場合は迷わず呼んでほしいんですね、はい、で待ってる間にすることとしたらちゃんと喋れるのかお話できるのかなとか、うん、もし余力があれば脈を触ってみて、うん、呼吸が速くなってないかなっていうのが一番分かりやすい重症の目安なんですね、はい、交通外傷とか転倒外傷ってほとんど9割ぐらいが出血なんですよ。出血した時に最初の症状ってだいたい呼吸がハーハーしたり、うん、脈が早いんですね、はい、よく血圧が下がるとか、うん、はい、酸素の濃度が下がるっていうのは聞いたことあるかもしれないんですけど、はい、その前の兆候としては、はい、ハーハーしたり心拍数が血圧下がる前に早くなるので、もしそういうようなのに気づくことができたら救急隊の方に伝えていただけると、はい、うん、よりスムーズに搬送できるんじゃないかなとは思います、あとは道路とかであれば安全なところに移動したいんですね、はい、移動に関してはなかなかその一人では難しいのでやっぱり周りの方の助けを呼んで安全なところにみんなで運ぶことが大事かなと思います。決して一人で戦わないっていうのが医者であってもそうしてますね。あ、すごい、そうですよね、はい、なんかこう医療ってチームで戦うチームで挑むっていうイメージがあるんですけど、はい、競技をやっていてもチーム戦ですし、うん、またそういったこう事故の時にもやっぱこうチームワークで周りの人に声をかけ合ったりとか重なった動きにならないように迅速な対応が求められるのかなって思っています。すごいお話聞けてよかったです。あの脈測って判断するっていうことをやってみます。肌感覚で全然いいです。速そう、ハーハーしてそうだけでももう重症のサインなんですね、はい、うん、怪我した直後に何をどう行動するかで、うん、その人の選手生命だったり、はい、スポーツ外であればその人の命っていうところに関わってくるので重要かなと思ってます、はい、ありがとうございます。私もあの心臓マッサージとかはなんか教習所の時の授業でしかやったことがないんですけど、私の知識だととっさにこう やろうってなる勇気が出ないんですけど、 YouTube を見てる方々私でも今学べてできるこう方法ってありますか？多分僕でも目の前で突然例えば駅のホームで倒れててやったら、はい、多分ドキドキすると思うんです。ただじゃあ一般の方、医療従事者以外がどうしたらいいかっていうと、はい、まず助けをやっぱり呼ぶことなんです。誰か冷静になっている人っていうのが周りにいるので、その人の力を借りれば外回りをきっとしてくれます。でもし自分に勇気があれば、はい、心臓マッサージ、心臓をとにかく押し続けることだけ考えていただければ助かる命がぐっと高くなるかなと思います。完璧にする必要は全然ないです。呼吸を補助したりとかそういうことはもう一切考えず、周りの助けを呼んで心臓をとにかくひたすら押してみよう、これだけでも何もしなかった時には助からない命がきっとつながっていきますので、もし皆さん勇気を出していただければありがたいなと思います。すごい勉強になります。勇気が出るようにしっかり日頃から備えて行動していきたいなって思います、はい、もちろん事故に遭わないようになんか予防対策すること、気をつけること、日頃から常に意識しておくことも大事だと思うんですけど、今日知識を吸収できてすごい勉強になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント待ってます。それではじゃんけんタイム。最初は Y、
じゃんけんぽん、はい、バイバーイ。